どうもひな大福です。今我々はですね、高知県にありますヴィラサントリーニという高級ホテルに来ております、こちらのヴィラサントリーニなんですけれども、このホテルのコンセプトがギリシャ、エーゲ海に佇むサントリーニというホテルになっております。写真映えするところがいっぱい、映えがすごい。今からお部屋紹介していこうと思います、ちょっと見えるかな、外の景色が。今夕暮れ、今カメラが向いているところから日の出が上がるそうなので、明日はちょっとそれを見に、朝早起きします、ではこちらが我々の本日宿泊するお部屋、104号室です。どーん、ご覧の通りお部屋がですね、洞窟仕様になっています、洞窟の奥にマスターベッドルームがありまして、お手洗いとかもあります。ヴィラサントリーニは、本館と新館があって、この洞窟みたいな感じなのは本館です。そうです、新館は新館で、いわゆる超高級ホテルの綺麗なお部屋だとは思うんですが、あえてこちらの洞窟仕様の方が我々的に楽しいと、でここは、本館デラックスルームのダブルベッドっていうお部屋になります、デラックスルームどうなのかなって思ってる人はちょっとこの動画を参考にしていただけるといいかなと思います。じゃあお部屋紹介していきます、ではまずはエントランス入り口がこうなっております、特に玄関として靴を置くところであったり特にありません、全体的に土足です。柔らかいスリッパがセットされているので助かります、こちらがですね、椅子テーブルがあります。で我々ちょっとねケーキ買ってきたので、こちらでいただこうかなと思います、ここに来る前にですね、屋根の上のガチョウっていうカフェに行ってきたんですけど、ものすごく美味しいしコンセプトが可愛いです。なんか童話の世界みたいな、感じ で、で今日はアフタヌーンティーをいただいたんですけど、ケーキとサンドイッチと焼き菓子と飲み物ついて税込み950円なので、こんなにお安いアフタヌーンティーは食べたことがないです。とても美味しかったです。そしてスタッフさんがとても温かいです。そうです、よかった。崖の上のガチョウさん本当おすすめです。屋根の上です。屋根の上のガチョウさん、ぜひ行ってください。ぜひ行ってください。後悔しません。今日いっぱい焼き菓子とかも買ってきました、ね。もうあまりにも感動したので、いっぱいお菓子買っちゃった。2000円の焼き菓子詰め合わせセットとかね。でシュークリームがね、1個250円でね、美味しそうなシュークリームあったんで、つい買っちゃいました。でこれを見た、こちらの支配人の方が、後ほどケーキ類でございましたらお皿をお持ちしましょうかといったね、させていただきまして、こういったところが高級ホテルならではの、ここにシンクがあります、アルコール、もちろんねこの時期ポットと急須がありますね、辻利の煎茶がちょっと高級感ありますよね。でドリップコーヒーのコーヒーカップ、ワイングラス、でグラスと湯飲みがあります。冷蔵庫は空のケースなので、空の冷蔵庫です。最初から冷えているので電源をオンにする必要はありませんでした、ちょっとハイテクな時計ですね、外の気温は3度ぐらいなんですけども、室内暖かいです。暖かい。車でその洞窟のホテルなので、もしかしたらものすごい寒いかもしれないと、いろいろと覚悟していたんですけれどもそんなことありませんでした。暖かい、暖かい、ちゃんとエアコンもついてる、なんかこんな感じでちょっと可愛いドルフィンのアートとかもね、しかもここもねちゃんと窓枠っていうか削って、そうだね、そうなんですよ、今回うちのお部屋なんですが、104号室のこれも、サントリーニって書いてあって、かわいい。お水がね、スペインのお水です、このボトルかわいいよね、大きなテレビです。パナソニックです、リエラ DVD プレイヤーございます、DVD の貸し出しとかも無料であるので、テルマエロマエイタリアの名前、そうですね、でカリオストロの城とかね、長靴を履いた猫でお酒ルームサービスもね、シャンパンあります、でちなみにワインの持ち込みも可能です、ワインの持ち込みは、3000円でボトル1本につき3000円でも持ち込むことができますし、レストランで同じように飲むこともできます。ちょっと味のある棚とこんなんとかオブジェとこんなんとか目何でしょう、目ありません。ではいつものお願いします、空のケースを見つけた。
空の喧騒を見つけた。空の喧騒ですよ。空の喧騒を見つけた。空の喧騒。はい、空のケースでした。空の空です。そうですね。で、肝心のベッドルームライト回して、パワーン。はい。で下にコンセントあるので、はい、充電できます、はい、あのエアコンが2機あるので絶対に寒い思いはしないと思います。ベッドからの目線こんな感じです。洞窟の中です。洞窟、はい、では続いてお手洗い。手洗い、まずアメニティがですね、ブルガリの、はいはい、歯ブラシ。この辺は普通の。そうですね、そうですね。トイレです。ナックス。ナックスです。大きくて綺麗です。では、このお部屋の見どころがお風呂、ドーン。すごいこれ、巨大なジャグジーでございます、はいはい、さっきのブルガリのアメニティのボディーソープ、はい、そうですね、を入れると泡風呂としても作れますよって先ほど教えてくれたので、ブルブルブルタオルもね、いっぱい、山ほどあるタオルもいっぱいありますよ。以上かな。うん、こちらにお席がございます。空の喧騒を見つけた。空しかない。ちなみになんですけども、全室禁煙です。サントリーにようこそ。ありました。まだケースもあります。まだあった。空のケースを見つけた。空のケースを見つけた。空の全部空でした。お疲れ様でした。はい、以上がヴィラサントリーニさんの104号室デラックスダブルのお部屋紹介でした、はい、見せたいところいっぱいあるので、まだ明るくなったら、明日の朝も紹介していきます、はい。焼き芋を探します。じゃーん。これね、口に入れた瞬間、あ、もうふわーっとキノコが、すごい大きいね。鹿肉のラグーソース、すごい。はい、ディナーいただいて部屋に戻ってまいりました、はい、もう感想を言いますと最高です。最高です。過去食べてきたディナーで一番美味しかったし、楽しかったです。楽しかった。楽しいからより美味しく、で全部いい演出なんですよ、ね、こちらのレストラン、はい、ローグさんですけども、うん、次にね、そのどんな料理来るんだろうってすごいワク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 、そう、お土産にお箸、あの本日我々が使用したお箸を、お箸ケースに入れて、あのプレゼントしてくださる、はい、はい、でこちらがローグさんの、お店のロゴですね。ちょっと見るか、あれですけども、あのシェフの方とね、最後話もさせていただいて、写真もね撮っていただいて、ヴィラサントリーニに宿泊される方は、あのお食事つけると確かに高くはなってしまうんですけど、はい、ぜひ価値あります。ディナーをつけてください、はい、まあ、正確に言うと朝夕2食。そうですね、はい、あの朝食まだ食べてないんで分かんないですけども、もう絶対美味しいと思います、はい。からの景色もすごくいい、うん、で奥の上に見える四角い建物が新館ですね。でこの新館の1階が昨晩ディナーをいただいたレストランローグさんです。当然宿泊客以外は立ち入り禁止です。正面こちらがレセプションロビーです。でロビーと、朝食会場がその奥にございました。すんごく美味しい朝食でした。
でこちらの青い扉、この中はスタッフさん専用のスタッフさん専用のお部屋、はい、こちらに105、106、107、そして205こっちというふうに書かれています、うん、まあ、お部屋ですね。動線がしっかりとしていて、こちらが205の2階のお部屋です。でこちらにお部屋が107、106で105と我々のお部屋104があります。目の前には大きなプール、ここにも転んで星空が見れる。そうですね、あったかい格好をして服を5着ぐらい着込んで、そうですね、横になって、上を見上げて星を見るっていうのはね、非常に楽しかったです。ヴィラサントリーニさんの全貌です。最高の気分を味わえます、うん、ではまた次回お会いしましょう、はい、この動画いいなと思ったら、参考になったと思ったらいいねボタンお願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。いっぱいね動画紹介していきますので、はい、ぜひお願いいたします。お願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。